曜日の簡単おみむすびをします。まず必要なものは袋帯、で次に実際帯を畳んでいきます。こういった袋帯の層柄の場合はどこにお太鼓の柄が来るかわからないことがあるんですが、層柄の場合でお太鼓がわからない場合は帯幅の5倍の位置、1、2、3、4、ここが5枚目なんですが、この辺りにお太鼓柄が来ることが多いので、だいたい帯幅の5枚を目安にお太鼓柄を見てください。この帯の場合はちょうど帯幅の5倍の位置にお太鼓の柄が来るんですが、帯幅5倍の位置を底辺にして、この位置で帯を三角に折っていきます。こういう形で三角を作ってください。三角が作れたら太鼓の表の柄を床につけていただいて、帯を広げていきます。でこちらが先ほど作った三角なんですが、三角の頂点を手前に来るように帯を置いておいてください。この帯なんですが、巻く方向によって出る柄が変わってきます。例えばこちらの茶色い柄を出したいと思われたら、帯を右に倒して茶色い柄が見えるように置いてください。こちらの白っぽい方の柄を出されたいと思ったら、帯を左に倒しておいて白い柄が上に来るように置いてください。で次に垂れ先を手前に折り返してきて、先に垂れの長さを決めます。垂れの長さはだいたい人差し指程度に決めておいてください。そして垂れの長さが決まったら、ここに先ほどの赤いクリップが下で止まってるんですが、このクリップの上に帯枕を置いてください。そして2
枚一緒に帯枕に沿わせて下ろしていきます。そしてこの下の位置に合わせて残りを取り上げます。で次手先なんですが、1、2、2枚目と3枚目の間に通していきます。で左右同じ長さが覗くようにしてください。帯を作ることができます。柄の調節につきましては名古屋帯のポイント柄の結び方をご覧ください。